すごい陰キャで、あまりこう表に出るの得意ではないタイプというか、苦手だけど一歩踏み出してみようかなっていう。めちゃめちゃいいエピソードですね、これ。皆さんこんにちは、ヨミです。東京から千葉県松戸にやってきました。今回は陰キャ歌うまドッキリ in ショッピングモール。ドッキリゲスト紹介の前に今日の状況を簡単に説明しますが、テラスモール松戸というショッピングモールでストリートピアノ演奏×現役アイドルの生歌コラボという豪華な無料イベント企画をやります。ですがちょっといろいろ不安なんですよね。今回の企画はそもそも先日僕 TBS の AKB48 グループ歌唱力ナンバーワン決定戦というアイドル界隈でも話題の大会の予選審査員やらせていただいたんですが、その番組ディレクターさんが僕のリスナーさんだったらしく、僕のストリートピアノ伴奏でアイドルメンバーに歌ってほしいという番組連動企画としてご相談をいただいたのがきっかけなんですが、ぶっちゃけアイドルって生歌うまいの？とは僕も思ってます。アイドルは口パクできてればいいとか歌うまいのかとかよく言われるでしょうし、僕もそういうイメージなので検証できる意味もあっていいかなと思ってやってきました。アイドルの生歌を聴けるいい機会だなという。ただファンだけが集うアイドル劇場でもなくショッピングモールですから、もし歌がカラオケレベルだったら成立しないかもしれないですよと。しかも今アイドルといっても数百人ぐらいいるらしくて、お客さんの中にはこのアイドル誰だか知らないって人も少なくないと思います。世間的にもそういう認識だと思うんですよ。そういう状況なんですけど、それでもやりますということで今回新進気鋭のアイドルが2人来てくれました。演奏絶対成功させたいですね。本企画に戻ってドッキリについてですが、せっかくアイドルファン以外も多く集まるだろうという場所でさらにリアルな検証を行ってみたくて、僕の方でも1人ゲストを呼びました。どうぞ。こんにちは。歌ですから結構声出さないとダメですよ。あ、今日ちょっとこのステージで歌唱力をアピールしたいと思います。大丈夫そうやっぱり一緒に頑張りましょう。いきますよ、はい。じゃあ今日ね、なかなか普段ないかもしれないけど距離近い中で歌うっていう、ね、まあ、僕がしっかり空気作るんで、ピアノ演奏で出てきやす空気作るんで、頑張りましょう。頑張ります。
僕がしっかり空気作るんで。頑張ります。根はすごい陰キャで、あまりこう表に出るの得意ではないタイプ。自分の好きなものを大事にして、苦手だけど一歩踏み出してみようかなっていうことを皆さんにお伝えできたらと思います。
ご視聴ありがとうございました。今はもう数百人規模でいるアイドルの中でも特に歌に力を入れているメンバーの方3人とコラボさせていただいたということですが、今回の音は若干リバーブとかをかけたりしてるところもあるんですけど、ほとんどそのまま無加工になります。これほぼ無加工の歌を流せるのも、まあ、YouTube ならではみたいなところもあると思うので、皆さんからの率直なコメントもお待ちしてます。動画が面白かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。今回はここまで。バイバイ。